アドナルデビット・フォイルは、セント・ビンセント・グレナリー・イン・カヌアン島出身の元バスケットボール選手。NBA で13シーズンプレーした。ポジションはセンター。身長208センチメートル、体重122.5キログラム。ニューヨーク州に所在するコルゲート大学では歴史を専攻。優秀な成績を収めたことで知られる。3年生の時には、 NCWA のシーズンブロック数の第1位を記録した。1997年の NBA ドラフトではゴールデンステートウォリアーズから全体8位を受けた。ルーキーイヤーの1997から98シーズンは10分前後の出場時間が与えられ55試合に出場した。この年はインディアナペーサーズからエリック・ダンピアーが移籍してきており、以降、 2004年までオリアーズのセンターを主に二人で務めた。しかしながら、ホイールは期待されながらも目立った成績を残すことができないシーズンが長く続いた。2004年7月、不本意な成績でシーズンを終えたにもかかわらず、チームと6年4200万ドルの再契約を結んだ。成績と比較すると破格と言っても良い契約だったため、地元ファンから批判された。未だに、 この契約は、ウォリアーズの悪い歴史として語り継がれている。2004から05シーズンはダンピアーが、ダラス・マーベリックスに移籍し、フォイルは先発の座を勝ち得たが、成績は平年並みに終わった。2006から07シーズン開幕前は、就任したばかりのドンネルソン HC に減量を命ぜられた。また、開幕後は2年間務めた先発の座を、 アンドリス・ビエドリンシュに完全に奪われる形になり、出場時間は激減。2007年8月13日に10年間在籍した、ウォリアーズに解雇を言い渡され、チームを去ることになった。その後、8月23日にオーランド・マジックと、ベテラン選手の最低年俸130万ドルで、契約を結んだ。マジック移籍後、ドワイト・ハワードの控えセンターとしてプレー。一席初年度は、 全試合に出場したが、翌2008から09シーズンは、膝の故障で、試合出場数が激減。2009年2月15日、三角トレードでメンフィスグリーズリーズに移籍したが、同年3月1日解雇され、3月23日、マジックと再契約を結び復帰した。結局、この年は、キャリア最低の10試合の出場に終わった。 シーズン終了後フリーエージェントとなった彼は8月27日にマジックと契約を結んだが翌2009から10シーズンは1試合も出場できなかった2010年8月17日に現役引退を発表した通算成績は平均4.1得点4.7リバウンド1.6ブロックという成績を残した典型的な守備型のインサイドプレイヤー 身長は2 1 0トルに満たないが、厚い体をうまく使ってプレーする。ブロックショットは、最大の武器であり、キャリア平均1.5ブロック以上を記録している。キャリアハイは2000から01シーズンに記録した2.7ブロック。また、マジック遺跡前まで、平均1.0ブロックを割ったシーズンもない。二千一年、フォイルは、無所属の学生政治団体、デモクラシー。 マッターズ設立に関わった。現在でも学生の活動に熱心に取り組んでいる。2007年3月13日、アメリカ合衆国の市民権を得た。いとこのアレックス・フォイルもプロバスケットボール選手である。ありがとうございます。